これが避難所の一晩の様子です。視覚障害者の方です。寒さ避けるために段ボール中に入ってしまうという快挙もしました。それからみんないろんなものを持ってきました。これよく薄くてでもとっても暖かいっていうニュース宣伝されているんですが、実際使ってみたらだいぶ寒かったのと、カサ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 落としてなかなか不便だったっていうのはちょっとありました。広い体育館でもこういうふうにちょっと避けるものがあるとだいぶ寒さが緩和されることも体験しました。一晩とても寒いところを過ごしたんですが、朝になって、リハビリの、先生がいらっしゃって、まずは体を動かして体操しようということで硬くなった体を、ほぐしました。この時の感想では、寒い夜を過ごしてでも朝明るい音楽と体を動かしたことで、明けない夜はないんだって思ったっていう感想文をもらっています。からこれは朝の朝食風景ですね。みんなで、炊き出しを準備して、配って順番に、取って配ったものです。ただこの中で視覚障害の人、聴覚障害の人、この人たちは、何時に配ると言ってもどこで配るって言った、そういう情報がなかなかもらえなくて食べ損なったっていう話もありました。で、電動車椅子の人もいらしたんですが、電動車椅子、電気がなくなったら動けません。その時に私たちどうしたらいいか、そんなことをみんなで一緒に話し合った場面です。実際にバリア の考慮のない体育館の、トイレには、時び箱の踏み台とか使ったり、いろんな工夫で、バリアを乗り越えたことを体験してみました。はい。